運の常夫は、日本の経済官僚、エコノミスト。経済企画長で物価局長、国民生活局長、総合計画局長、経済企画審議官等を歴任した。静岡県生まれ。一橋大学経済学部経済学科卒業後、経済企画長計画局計画一課に入り、大北三郎、大田良一の部下として働く。後に、当時の会員であった。 宮崎勇、新道実らと共に、大高いと称して、毎年忘年会を開くようになる。1970年から1971年まで、第3次、佐藤内閣の佐藤一郎経済企画長、長官事務秘書官を務めた。その後、第3次、佐藤内閣の事務秘書官仲間で、三冊会を結成し、会合を重ねる。メンバーの中では、大高時を、 伊島和友ともと特に親しく、共にゴルフに行くこともあった。三社会の他のメンバーには、吉原健二、山田勝久、福島常二、中村徹、もちづきサブローラがいる。その後調整局調整課長として、経済見通しと経済運営の基本的態度の原案作りと調整を担当。1984年には、総理大臣、 中曽根康弘の指示で国務大臣川本俊夫のもと急遽設置された特命事項担当室の室長に就任し対外経済摩擦への対応民間活力導入の具体策検討業務に当たった。1989年に時間級の審議官である経済企画審議官を務めた後退官。1990年には春の演誘会に招待された。 日本経済新聞1990年6月12日日経金融新聞1998年2月10日日本経済新聞1996年6月3日日本経済新聞1981年12月20日日本経済新聞1984年11月22日朝日新聞1990年5月16日ありがとうございます